30日朝、京都府福知山市で70代の男性が熊に襲われて大怪我をしました。熊はそのまま逃げたということで、市が注意を呼びかけています。続きを読む福知山市によりますと、30日午前5時半ごろ、福知山市大江町の山にほど近い集落にある住宅で、70代の男性が庭の柿の木から音がしたため、確認に行ったところ、熊に襲われました。男性は、顔に大怪我をして病院に運ばれましたが、意識はあり、命に別状はないということです。市によりますと、熊は親子とみられる2頭で、そのまま逃げたということです。市内では、10月下旬以降、この2頭とみられる熊の目撃情報が相次いでいて、市は30日中に捕獲用の檻を設置する予定にしています。今の時期は、山にいる熊が柿などの餌を求めて人里に降りてくることがあり、市は熊が出ることの多い早朝や夕方は熊よけの鈴をつけることや、柿の実をなるべく早く収穫することなど注意を呼びかけています。